私は昭和16年の9月に航空母艦蒼龍に乗り組みを命じられまして、大分航空隊から佐伯航空隊に行きますところ、このゼロ戦がずらっと並んでおりまして、これから君はこのゼロ戦でもしかしたらアメリカと戦うようになるかもしれないが頑張るようにと言われまして、この飛行機の姿にすっかり一目惚れをいたしました。そして乗ってみたところが実に滑らかな操縦で、しかも重量感があり、スピードはアメリカのグラマンに引けを取らないスピードも出る。しかもうまく飛べば10時間も飛べるという遠距離の攻撃ができる。そして、この飛行機の一番宝は操縦性でございまして、この飛行機に乗って寄ったら どこの戦闘機にも決して負けない、絶対勝つという自信をこのゼロ戦が私たちに与えてくれました。しかし70年前のこの本当に私はこの飛行機と死ぬのならいつでも喜んで死なるという恋人に今日は会ったようなつもりでございます。本当にしかもこのゼロ戦に対する非常に関心の高い皆さん多数大勢ご列席のところでご挨拶をできるということは私身に余る光栄でございます。どうぞ何分にも今年のお盆で97歳になりますので、頭ももう体力もだいぶ消耗しておりますから、皆さんに適切なお話はできないかもしれませんけれども、皆さんのご賢明な頭脳で私の拙い話をつなぎ合わせてご理解いただければ最上の幸せでございます。私はこのゼロ戦に対する感想はですね、さっきお聞きしたところによりますと、今日はこのプロペラを回すのにイナーシャーといって手で回してエンジンを発動させるということですから、本当に私たちが一番最初にゼロ戦とお会いした時のそのまんまの軌道でございますから、さだめし力強いエンジンの音ができると思います。そして私はこのゼロ戦に対する思いはですね、このゼロ戦は昭和15年日本の2600年に海軍が正式に採用した機種でございます。従いましてその2600年の末尾のゼロを取ってゼロ戦ゼロ戦と今でも皆さんに懐かしんでいただいておるわけでございます。そしてこのゼロ戦というものは実にあの大東戦争の初め16年12月8日から終戦まで飛んでおりまして、このゼロ戦の栄光というものは昭和15年の9月の日本のゼロ戦13機がアメリカ、ソ連、それからまた中国、この戦闘機28機を重慶の上空で瞬く間に撃墜をした。そしてゼロ戦が一つも被害がなかった。一躍そこで世界のゼロ戦というふうに世界中から恐れられてまいりました。そしてその後戦火はどんどん拡大されまして、ゼロ戦の行くところ敵なし。私も最終的にはガダルカナルまで
このゼロ戦で飛びましたけれども、最初にこのゼロ戦の戦果が上がってから大東亜戦争に入りまして、そしてあのゼロ戦の栄光、本当にゼロ戦というこの飛行機は世界中の栄誉を背負って立った飛行機でございますが、悲しいかな戦争のおかげに最後はゼロ戦の悲劇というふうに終わってしまいます。悲劇は何かというと、結局特攻隊でございます。19、20歳、あるいはまた大学での若い将来性のある学生さんを連れてきて、そして最終的にはこのゼロ戦に250キロという爆弾をつけて、絶対実施絶対帰れない特攻隊に送り出して、みんな優秀な若い方々がお国のためだ、国のためだということで亡くなっております。特に私はこのゼロ戦の特攻隊の1号の関幸夫さん、この人が私は霞ヶ浦で教官をしておるときに初めてご指導を申し上げた方でございます。そういう方々がみんな、私の関係している人がどんどんと特攻隊で亡くなってしまって、結局私はこのゼロ戦というものは最初は栄光だったんだけれども、最後は悲劇に終わったんだよね。ところで私は今こうして96歳以上になりまして、まだこうしてお勤めができておる以上は、このゼロ戦になって亡くなった方々の、またこのゼロ戦が相手を痛めた、そういう方々まで毎朝毎晩お参りをして御霊を慰霊するのが私の仕事ではないかというふうに思ってやっております。どうもありがとうございました。エンジンのスタートなんですが、原様をおっしゃれたようにですね、エナー車といいまして、手回しの、形で発動再現させたいと思っております。今台の上の方に原さんと並んでいただいています。エナー車という機械で、実際当時は2人がかりで回してたそうです。それを、2人で再現、中村様と再現していただこうと思っています。実際にはあのユニットの方で接続して、エンジンを回すような形になります。エナー車の方なんですが、当時は、ゼロ戦に向かって左側の奥の下の方に、実際に搭載されて、それをクランクで回して、エンジンをスタートさせていたそうです。それではスタンバイ、スタートの方よろしくお願いいたします。待て、
今一度ジョン・マローニさんに拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。先ほど皆さんに申し上げるのを一つ忘れましたので追加させていただきます。本日太平洋戦争中ですね、このゼロ戦は世界の人からゼロ戦というものを恐れられます。そしてこのゼロ戦を操縦したパイロットは世界中から憎まれました。なぜならばゼロ戦に後へ着かれたら必ず撃墜されて死ななければならない。ゼロ戦のパイロットは人殺しロボットということまで言われたそうです。だから私も未だにまだ世界中の人から憎まれておりますけれども、しかしあの特攻隊で亡くなった方々、この方々があったからこうした平和なありがたい世の中が来たんではないかというふうに私は感謝をしております。また罪もない憎しみもない相手を散々落とした、その償いも何とかしていかなければならないという責任感を持っております。また同じ同胞でも、あの湾岸戦争で毎日ロケットミサイルが打ち上げられる光景をテレビで放映されましたところが、今の若い方々が花火のようで面白いということを私は耳にいたします。それまでは戦争というものくらいむごい、つまらない、やってはいけないことを自分でやってきた償いがありますから、戦争の話は聞くのも言うのも嫌だったんですけども、あの湾岸戦争で花火のようで面白いといったことを耳にして、これはいけない、若い人たちに本当の戦争の無謀さ、戦争にはルールがない、何をしても勝てばいいんです、そういうことを若い人たちに何とか伝えていくのが残された私たちの責任ではないかと思いまして、それから戦争というものの無謀さをよる人々がやるところで必ずお話をしております。だから皆さんもすでに拝見されている方 もいらっしゃるみたいですけれども、大半はまだその子供の時に戦争を拝見された方々と思いますので、ぜひこの戦争くらいもごい、つまらない、だっちゅうね、こんなことを世界の国々からなくすように皆さんで一つ、後から生まれてくる若い人たち、あるいはまたこれから成人する人たちにお話をいただいて、この平和がずっと続くようにお願いしたいことをせずに、私今日ゼロ戦に関心を持ってお集まりしにいただいたご理解ある皆さんですから、そのご指導をぜひお願いしたいことを、それに重ねてお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。